アッシュ。アッシュは北アイルランドのロックバンド、出身。1990年代のブリッドポップ期にデビュー。ストレートなギターサウンドとポップでキャッチーな曲調が特徴。1992年、15歳のティムとマークは、通っていた学校の2年年年上で、当時から音楽教の変人として周囲から見られていたというリックを誘い3人でアッシュを結成。 バンド名は辞書の中から自分たちが気に入った最初の単語から名付けられた。当初は地元でのライブ活動しか行っていなかったが、ほどなくして英国内に吹き出したグリッドポップブームの風に乗り、エラスティカの前座に抜擢されてツアーをこなすようになった。しかしこの頃のメンバーはまだ高校生活と並行して活動を行っていたため、直後のグリーンデーからの全在来を 試験があるからとの理由で断っている。この時期、ミニアルバム、トレーラーをリリースし本格的にデビューする。シングル、カンフーがスマッシュヒットした1995年から彼らは恐るべき子供たちとして脚光を浴びるようになる。この年にワールドツアーの一環で初来日を果たすも、やんちゃが過ぎて宿泊したホテルの一室を破壊してしまうという事件を起こす。このことは、 本国でも話題となった。そして、ブリッドポップブームの絶頂期にあった1996年、メジャーデビュー作となるファーストアルバム1977をリリース。ガールフロムマーズに代表される若々しく躍動感に満ちた、このアルバムは全英チャートで1位に輝き、ゴールドフィンガー、オーイエーなどのシングルヒットも加わって芝叩たたく間に、プラチナムセールスを記録。 10代のバンドとして、破格の成功を収めることとなった。翌年、メンバー募集のオーディションを経て、ギターのシャーロット・ハザレ映が加入。ツインギター編成となったバンドは、映画、普通じゃないの主題歌、ライフレス・オーディナリー全英10を手掛けると、早速新作のレコーディングに着手。シングル、ワイルドサーフなど、一部のソングライティングに、シャーロットが参加しつつ、 ライブ活動の合間を縫って作は進められた。1998年、南山の末にセカンドアルバム、ニュー、クリアーサウンズを発表。ブームの競争が10代のバンドに与えた重圧は大きく、その結果、陰鬱なテーマを持って完成した、このアルバムは作に比べ工業的に振るわず、苦戦を強いられることになった。ブリッドポップブームが収束し、レディオヘッド、 トラビスなどの内省的音楽やプロディジー等のダンスミュージックの台頭という潮流の変化の中でバンドは一時脆弱な状態に陥る勢いを失っていた彼らだが半年間の休養を経て基本に立ち返った楽曲作りに集中するようになるバンドはスペインに一軒家を借り切りそこでティムが書き溜めていた50曲以上の原案を正直で 誠実なポップメロディーへと結実させるべく力を注いでいった。そうして2001年、サードアルバム、フリーオールエンジェルズを完成させる。この作品は、同じ週にリリースされたジャネット・ジャクソンのアルバムを抑え、見事チャート1位を獲得し、英国内だけで100万枚以上、全世界で300万枚のセールスを記録。シャイニングライト、バーン・ベイビーバーンなど5枚ものシンルカットを生んだ。 このプラチナアルバムによってバンドは劇的な復活を遂げたのであった。さらに、同作品は同じ年のベストアイリッシュアルバムにも選ばれるなど、アッシュに最大の成功をもたらすこととなった。トップバンドとして返り咲いた勢いそのままに2004年4枚目のオリジナルアルバム、メルトダウンをリリース。メンバーが作りたかったというヘビーな骨太ロックを評判し、 かつ、アメリカでの成功を視野に、ニルバーナが、ネバーマインドをレコーディングした LA のスタジオにて、制作された本作は、前編を通して、シャーロットのバックコーラスを前面に押し出し、かつメタル的な要素を得意の、ポップさで咀嚼した、これまでで一番勢いのあるエネルギッシュな仕上がりを、見せた。ライブアンセム、オルフェウスに示されるように、 ライブパフォーマンスの熱気をパッケージした、健康一滴のこの野心作は、前作の爆発的ヒットにこそ及ばなかったものの、前衛5位にチャートインし、ゴールドディスクを獲得する成績を残した。また、この年に鳥で出演した、フジロックフェスティバルでは、圧巻のパフォーマンスを披露し、各紙から、レッドマーキー史上最高の盛り上がりを見せたなどの、コメントと共にベストアートと絶賛された。 2005年には、信仰のある、アジアンカンフージェネレーションの主催する名の、無限フェスに出演。メルトダウンがリリースされた2004年前後は、ちょうどリバティーンズからフランツ・フェルディナンドに至る、ポストパンク系バンドが台頭し、以来、席を切ったように次々とインディギターバンドが頭角を、表す空前の若手バンドブームが到来した時期だった、いもあって、英国メディアからは、 アッシュは時代遅れのロックなどといった論評が散見されるようになった。さらに2006年に前年からソロ活動を始めていたシャーロットが突如脱退し、再び結成時の3ピースに戻るという事態に直面する。加えて、レーベルとの契約問題やティムの婚約解消などといったネガティブな出来事が降りかかり、バンドは混乱状態に陥る。 そんな辛い経験を経て、大人になり、理想やロマンチックな気持ちだけでは物事を見られなく、なったという思いを込めた、ニューアルバムの制作が進められた。そして2007年6月、3人体制へ戻ってから、最初の作品となる5作目、トワイライト・オブ・ジー・イノセンツを発表。メンバーが最高傑作と口を揃える先行シングルの、ユーギャンとハブットを筆頭に、 キャッチーさを追求したポップなロックナンバーが揃った。しかし一方では彼らの進化を象徴するようにサイケデリックな要素を持ち込みストリングスを大きく導入した壮大な展開を見せるなどこれまでにない実験性も覗かせている。このアルバムはスニューザー氏編集長の田中総一郎からはキャリア15年目の最高傑作と絶賛さファンからも好意的なレビューで迎えられたが エイプレスからの評価はそれに比べるとやや辛辣で、商業的には前衛32位と前作までに比べると今一つに止まった。なお、このアルバム発売前にこれからはダウンロードによる作品発表を行っていくため、今作が CD という形ではラストアルバムになることが公表された。以降は第一線での音楽活動から少し距離を置く。 独自路線のバンド運営をしていくようである。このアルバムの発表に伴って、同年の富士ロックフェスティバルへ出演。取り前のホワイトステージにもかかわらず同ステージは、満員不可止めの入場規制となり、これまでのホワイトステージでの最多動員記録、約1万2000人を作った。翌2008年には、札幌から福岡までをめぐる長期の単独2本、10弾ツアーを観行した。 さらに間髪入れず、7月には、アジアイカンフュー、ジェネレーション主催の名の、無限フェスに出演。2009年10月から2週に1曲、7インチ、CD と配信によって1年をかけ26曲を発表するという、A、Z シリーズというプロジェクトを開始する。2010年4月、A、Z シリーズの前半13曲を軸に構成された、アルバム、A、 Z ボリューム1を発表。日本版発売日の前日には、ブロックパーティーのギタリスト、ラッセル・リサックが、セカンドギタリストとして同行し、人よ限りのライブを行う。7月、3年ぶりとなる、フジロックフェスティバル、グリーンステージに出演する。10月には、シリーズの後半13曲を中心に構成された、A、Z ボリューム2を発表。このアルバムを 翌月から東京、大阪、名古屋をめぐる日本ツアーを行う。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。